記念写真を撮りたいの？ならスマホを貸して、私が撮ってあげる。うん、いい感じ。君って写真写りがいいんだね。そうか、どうかした？なんで急にジャンプしたの？角張った小鳥。でも私は何も見てないけど。君が大丈夫なら次の場所に移動しよう。ここからそう遠くないから、ついてきて。夢はもう見えない。あの遠くの建物が見える？あれが有名な大劇場、ピノコニーのもう一つの重要なランドマークだよ。すごく独特な輪郭をしてると思わない？現実世界ではあれはアスデナの中央監獄だったの。それをファミリーが無境の中で改修して、今みたいな光り輝くピノコニー大劇場になったんだ。建てられた時から大劇場は夢の世界のために調和の歌を奏で続けてる。そして一琥珀期に一度の調和セレモニーでは、ファミリーのメンバーが劇場に集まってハルモニア聖歌隊を迎え、ピノコニーに永遠の平和の祝福をもたらすの。私たちがいる場所はまさに黄金の時の最高の展望ポイントなんだ。ほら、ここには特別に望遠鏡が設置されてるでしょ。もうすぐ金琥珀期の調和セレモニーが始まるから、早めに席を取りに来てね。次は楽しく遊べる場所に連れて行ってあげる。この先はスラードレクリエーションエリア、エディオンパーク。ここは人が多いからはぐれないよう気をつけて。ここは黄金の時で一番規模の大きい公園で、ピノコニーのソーダ文化のシンボルでもある。あの超巨大なソーダボトルがスラーダ社の本社ビルだよ。スラーダの起源は監獄時代に流行った甘い薬で、スーサさんが発明したからスーサ水って名前が付けられたんだって。それから青函商人のエディオンがビジネスチャンスを見出して、スーサ水のレシピを買い取ったの。彼はそれに大量の気泡を加えてスラーダと名前を変え、さらにシロップ主義を打ち立てた。スラーダを飲むことは新しい生活様式だと主張して、それによって今日の奇跡的な成功を収めたんだ。知ってる？スーサ水の最初のレシピでは、夢見草っていう今では絶滅した原料が含まれてたの。
だから今ではピノコニーの夢でしか初代スラードを味わえないんだよ。それにここでしかシロップ主義の本当の意味を理解することはできない。時間は人を待ってはくれない。早速だけどいろいろ案内してあげる。この自分たちを演奏している楽器はスイートとピノコニーの夢では、多くのものや設備が屋室の影響を受けて自我を持ってるの。それがファミリーに飼いならされてゲストのためのスイートドリーム劇団になったんだ。でもそうしたものも危険な感情や記憶に影響されてあちこちで悪さをするナイトメア劇団になっちゃうことがあるから、うっかり遭遇したら必ず近くの警備員に助けを求めてね。あそこにアトラクションの管理人さんがいる。エディオンコインを。管理人さん、こんにちは。私の友達は初めてピノコニーに来たんだけど、彼女のためにエディオンコインを交換してくれない？もちろん構いませんよ。無教パスポートを見せていただけますか？氏名は、はい、パスポートとコインをどうぞ。楽しい時間をお過ごしください。コインは全部で何枚ある？全部で10枚ですね。これでピノコニーのいろいろなアトラクションを存分に楽しめますよ。ありがとう。ほら、近くのアトラクションを体験してみよう。とりあえずの目標はコインを全部使い切ること。うん、思いっきり遊ぼう。どれから遊ぼうかな。君は初めてここに来たわけだし、一番簡単なやつから始めよっか。夢の並び替えとかラッキールーレットなら簡単に遊べると思うよ。幻想剣下救済の子。大当たり。私を待ってて。アミューズメントマシンを叩かないようお願いします。